リリーを選択しましょう。私、相沢和葉はエレンスゲド学園の規則にのっとり、序列1位が持つ権利であるレギオンメンバーの指名権を、エレンスゲド学園1年レギオンヘルボルのリーダー、お名前は？私、飯島レンカ、20日のよう、私、芹沢チカルって言います。私は今まで戦場に立つのが、私、コン・カナホっていうの。宮川高音よ、よろしくお願いする。トキ・クレハです。僕、タンはあかり、よろしく。私は貞森姫か。グロピウスじゃ、よろしくし。ワンユージア、よろしく。千人と申します。吉村ティーマン、ユリガー、安藤タズサ、よろしく。安藤タズサ、わ、私、二川ふり、お目にかかり光栄です。ユリガー家女学院2年、リリー、リリです。エレンスゲ女学園1年レギオンヘルボルのリーダーを務めて、私、セリザワチカル、エレンスゲ女学園1年。ガチャを引くことで、ガチャからはメモリー。リリーの役割は、今回のガチャでは選択したリリーとは別でもう一人、異なる役割を持ったリリーの衣装付きメモリアも手に入るわ。何が手に入るかは、早速ガチャを引いてみ。平和のために誰かが犠牲になる、そんな世界は私たちが変えてみせる。レギオンヘルボルのリーダーを務めています、相沢和葉と申します。あ、私、外川ふみって言います。ふみって呼んでいいですよ。
るけど、ヒュージと。今回はこちらで決めさせてもらう。ヒュージとの戦いで。これで準備が整ったわ。出撃。小型エリアディフェンスが破壊された。ケイブ発生により作戦は中止する。各隊一時撤退。こちら一つ穴ぎた。これより妖精のあったエレンスゲジョ学園に。それでは任務を開始しましょう。まずはおさらいよ。リリーはメモリアを使用して行動するのは倒してみせる。まだ油断はできませんよ。メモリアを使用するとメモリアとヒュージには非有利な属性で有利な属性終わりです。急いで向かいましょう。やっ、このヒュージなかなか手強いわね。オーダーを使うと、ま、負けるわけにはいかないので。オーダーの効果でステータスが上昇したわよ。ステータスには4種類あって、それぞれ倒してみせる。次はどこへ行きましょうか。やりました。ヒュージの討伐お疲れ様。ヒュージを討伐。達成するとこれで中、あとはひとつ柳隊の新たな物語が今始まる。